ちは、クイズキュンです。今回はイラスト屋のイラストクイズです。数々のフリーイラストがあるイラスト屋の中でも癖が強めなイラストのタイトルを当ててみましょう。全部で5問ありますよ。それでは早速始めましょう。1問目です。タイトルを当ててください。正解は中二病のイラストでした。自己愛と古代妄想を膨らませた自分独自の世界に浸っている思春期の女の子のイラストです。2問目です。タイトルを当ててください。正解は意識高い系の人のイラストでした。大学生にありがちな人脈、忙しさ、将来の展望、自分の有能さなどを過剰にアピールしたがる意識が高いふりをしている人のイラストです。3問目です。タイトルを当ててください。正解はあちらのお客様からですのイラストでした。バーでバーテンダーを通して女性にお酒をおごる男性のイラストです。4問目です。タイトルを当ててください。正解は死んだ魚のような目の人のイラストでした。無気力なやる気のない女性が死んだ目でぼーっとしているイラストです。最後の問題です。タイトルを当ててください。正解は服屋に行く服がない人のイラストでした。服屋に服を買いに行くための服がなくて困っている人のイラストです。いかがでしたか？皆さん何問正解できましたか？イラスト屋には数多くのフリーイラストがありますが、こんなのもあるの？というような癖が強い変わったイラストもあります。皆さんもぜひ探してみてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。皆さんズッキュンできましたか？コメントと高評価、チャンネル登録で応援してくださいね。